次に赤嶺政権さん。赤嶺さん、日本共産党の赤嶺政権です。まずガザの問題について、外務大臣に質問をします。イスラエルとハマスなどとの戦闘が始まってから7日で、5ヶ月が経ちました。イスラエルの無差別攻撃による犠牲者は、3万人を超え、軍事攻撃による大量虐殺、物資の不足による飢餓、感染症の蔓延という、重大な危機が進行しております。一時的な戦闘休止に向けた交渉は進んでおらず、イスラエルのネタニヤフ首相は150万人の避難民が集中する最南部ラファへの攻撃を公言しています。外務大臣は2月16日の記者会見で、人道的停戦が速やかに実現し、そして持続的可能な停戦が実現することを期待すると表明をいたしました。問題はこれをどう実現するかということです。外務省に事前に確認しましたところ、大臣が会見をした以降、イスラエルに対して直接働きかけを行ったことはないとのことでした。なぜ働きかけを行わないのですか。上川外務大臣。委員ご指摘のとおり、ガザにおきましての人道状況が、一層深刻さを増す中におきまして、先の会見も含めまして、私は人道活動支援活動が可能な環境を確保する、そして人質の解放につながるような人道的停戦が速やかに実現し、そして持続可能な停戦が実現することを期待しており、こうした考えのもとで当社に対しまして直ちに人道的な観点から行動することを求めております。この立場につきましては、先般の G20 外相会合におきまして私から改めて表明をいたしました。そしてまた2月末にイスラエルを訪問した辻外務副大臣からもイスラエル側に明確に伝えたところでございます。私自身イスラエルへのさらなる働きかけも含めまして、人道状況の改善や事態の早期沈静化に向け引き続き積極的かつ粘り強く取り組んでまいります。委員長。赤嶺さん。大臣はですね、去年の10月にハマスによる奇襲攻撃があった日の5日後にイスラエルの外務大臣と電話会談を行っています。今もイスラエルへの働きかけも強めたいというご答弁でしたけれども、やろうと思えばできるはずであります。今必要なことは国際社会が一致してイスラエルに対してラファへの攻撃は絶対にやってはならないこと、国際法違反の無差別攻撃はいかなる理由があったとしても正当化されないこと、これはこれまでの歴史が証明しているように軍事攻撃は決してイスラエルに安全をもたらさないこと、そして根底にある不当な占領と抑圧を改めない限り問題は解決しないことを、これを粘り強く働きかけることだと思います。先ほどのご答弁をもっと踏み込んだ上で、大臣が直接イスラエルに電話等も含めて、あるいは直接訪問も含めて働きかけるべきではないかと思いますが、いかがですか。上川外務大臣。
イスラエルに対しましては、これまでも私自身、昨年のイスラエル訪問の機会を含めまして、ハマス等によるテロ攻撃を断固として非難した上で、国際人道法を含みます国際法の遵守、これを求めてきているところでございます。今後も私自身、イスラエルへの働き、さらなる働きかけを含めまして、何といっても人道状況の改善、また事態の早期沈静化、極めて重要でございますので、引き続きまさに積極的にかつ粘り強く取り組んでまいりたいと思っております。委員長。赤嶺さん。あと一つですね、イスラエルはこの5ヶ月間、即時停戦を求める国際社会の声を無視して、国際人道法違反の無差別攻撃を行ってきました。こうした攻撃を行えるのは、アメリカなどからの武器の供与があるからです。一方のハマスの側にも、北朝鮮などの武器が流入していることが報じられております。国際支援団体のオックスファムをはじめ、人権や人道支援に関わる16の国際団体は、1月24日、イスラエルとパレスチナ武装組織の双方に対して、兵器や弾薬などの移転を直ちに停止するよう、すべての国連加盟国に呼びかけるアピールを発表いたしました。今、大事なことは、軍事攻撃を一刻も早く終わらせ、対話による解決の道につなげることであります。日本政府がこのアピールに積極的に呼応して、兵器や弾薬などの移転の停止を国際社会に呼びかけるべきではないかと思いますが、大臣いかがですか。上川外務大臣。ガザ情勢につきましては、今、もうまさに人質の解放と戦闘の休止をめぐりまして、関係国間のぎりぎりの調整が行われている状況でございます。我が国といたしましても、このような動き、これが実現できるよう、関係国と緊密に連携しつつ、バイデンの働きかけ、また安保理や G7 の一員としての外交努力等を通じまして、環境の整備、これに取り組んでいるところでございます。また人道支援活動が可能な環境を確保し、また人質の解放につながるような人道的停戦が速やかに実現し、持続可能な停戦が実現することを期待し、直ちに当事者に対しまして人道的観点からの行動をするよう求めてきている状況でございます。日本といたしましては、現地の人道状況の改善に向けまして、何が現実的なアプローチかとの観点から、外交努力につきましては粘り強く積極的に行ってまいりたいと思っております。またご指摘のご要請ということでございますが、第三国間の関係に関するものでございまして、日本政府としてはコメントすることは差し控えさせていただきますが、外交努力を粘り強く積極的に行っていくと、こうしたこれまでの方針をしっかりと貫いてまいりたいと考えております。委員長。若嶺さん。ガザのですね、人道支援に関わる方々からは、即時の持続的な停戦以外に、人道援助の力を取り戻す術はないという声が上がっています。日本政府に対しても、即時停戦を実現するための具体的な行動を起こすこと、これを強く求めたいと思います。次にですね、アンルワへの資金拠出停止の問題について伺います。先ほど現場委員からも同じ質問がありました。カナダ政府は8日、スウェーデン政府は9日にそれぞれ資金拠出の再開を発表いたしました。カナダ政府は
疑惑について調査を進める国連の内部監査部による中間報告の内容を踏まえ、深刻な疑惑に対処するUNRWAの努力と、ガザにおける壊滅的な人道状況、これを考慮して再開を求めたとしています。国連は今、指摘された疑惑について独立した調査団も立ち上げて調査を進め、ガバナンスの強化にも取り組んでおります。日本政府はこうした国連の取り組みについてどのように把握しておられますか。中間報告はまだ発表はされていないと聞いていますが、その内容については把握はしているのでしょうか。上川外務大臣。国連におきましての調査でございますが、ご指摘の中間報告書は公表をしていないということで承知をしているところでございます。我が国からそのことにつきまして申し上げること内容について申し上げるということについてはその意味では差し控えるところでございますが、いずれにいたしましても我が国といたしましてはまさに国連そしてUNRWAはご自身そして関係国と緊密にコミュニケーションをこの間取ってきているところでございます。そして国連による調査また第三者によりましての検証こうしたことにも積極的に協力をしてきているところであります。こうした調査また検証の進捗をしっかりと踏まえた上で我が国の対応について検討してまいりたいというふうに考えております。委員長。国連はですね、指摘された疑惑を大変深刻に受け止めて調査やガバナンス強化に取り組んでおられます。大臣のもご承知だと思います。最優先で考えなければならないことは極めて深刻な事態に置かれているガザの住民に資金の不足によって支援が行き届かなくなるような事態は決して起こしてはならないということだと思います。援助関係者が共通しておっしゃっているのはガザでUNRWAに代わる組織はないとこういうことであります。住民への人道支援を最優先してで資金拠出の再開を日本政府も検討すべきだと思いますがいかがですか。上川外務大臣。ガザの地区におきましての大変人道的な深刻の状況についてはこれに対して国際社会としてしっかりと対応していく極めて重要な事態に直面していると私どもも認識をしているところでございます。UNRWAでございますがパレスチナ難民を対象といたしました保健や医療さらには教育や福祉分野の基本的なサービスを提供するなどの不可欠な役割をこの間になってきました。UNRWA自身が信頼を取り戻し本来の役割を果たすことができるようにということでまさにガバナンスの強化を含めまして適切な対応が取られることを強く求めてきているところでございます。しかし今委員からもご指摘のとおり最も喫緊の課題はガザの人々一人一人に食料や医療等の基本を届けることでございます。その意味で我が国といたしましては調査結果を待つことなく令和5年度の補正予算とは別に新たに3200万ドルの緊急無償資金協力の実施を決定をしたところでございます。これらは世界食糧計画を通じました食料の供与そして世界保健機関 WHO を通じました医薬品の提供
国連児童基金ユニセフを通じました衛生用品の配布等でございまして、できる限りの多くの女性や子どもたちに行き届くような人道支援を実施していくということであります。また資金的な支援のみならず、人道支援が可能な環境の確保、これが重要と考えておりまして、そのための先ほど来申し上げたとおり、外交努力については粘り強く積極的に継続してまいりたいと考えております。委員長。赤嶺さん、先ほど現場議員の質問も聞いておりましたが、パレスチナではアンルアに代わる力を持った国際機関はありません。今人道危機をですね、本当に日本が力を発揮して支援するためにはアンルアへの資金凍結を解除することだということを強く申し上げておきたいと思います。次にですね、オスプレイについて伺います。米軍は3月8日オスプレイの飛行許可を発出し、昨年12月6日以降以来の運用停止を解除しました。赤嶺さん、外務大臣はもうよろしいですか。オスプレイのことですから、ちょっと聞いていただきたいですね。はい、外務省もだいぶ関係ありますからね。はい、続けてください。いいですか。はい、3月8日オスプレイの飛行許可を発出し、昨年12月6日以降の運用停止を解除しました。防衛省は事故の原因となった部品の不具合は特定されたとしておりますが、不具合を起こした部品とは何なのか、なぜ不具合が起こったのかについての具体的な説明はありません。防衛大臣に伺いますが、防衛省の職員が地元自治体に説明を行うと言いますが、このような発表の内容ではそもそも説明の前提を書いていると思いますが、この点どのように認識しておられますか。木原防衛大臣。今回の事故が地域の方々に大きな不安を与えるものであったことを重く受け止めております。またオスプレイは陸上自衛隊が運用する機体でもありまして、防衛省自衛隊としても飛行の安全を確保した上で運用を再開することが不可欠であると考えています。今回の事故を受けた日米間の確認作業をずっとしておりました中で、航空機の機能を発揮させるために必要な構成品の中において、特定の部品の不具合が発生したことが事故の原因であるとの認識に至りました。このように事故原因が特定されているために、各種の安全対策の措置を講じることができるわけでありますが、特定の部品の不具合による事故を予防対処することが今後必須となってまいります。その上で事故の原因、事故の状況や原因、安全対策等について米側から私は詳細に説明を受けたわけですが、米側の事故調査委員会における調査には事故原因に関するもののみならず、これは訴訟やあるいは懲戒処分、つまり米国防省がメーカーに対してこう訴訟をすることであるとか、あるいは運用の点でその隊員にですね、懲戒処分などに関わること、そういったことも含まれているので、報告書が公表されるまではこれ米国内法上の制限というものがあるということであり、先ほど申し上げた以上の詳細については対外的に明らかにすることはできないということでございます。安全対策でございますけれども、その詳細については、運用保全上の理由から対外的に明らかにすることはできないと説明を受けておりますが、こうした中で可能な限り具体的に、各種の安全対策について申し上げれば、異常探知システムによる予防的点検や
維持整備の頻度を増やすことで特定の部品の不具合の予兆を早期に把握し速やかに対応することが可能となり事故を予防することにつながります。また特定の部品に関する整備記録をより詳細に確認します。さらに安全な飛行のため予防的措置や緊急時の対応要領を定めたマニュアルがありますが特定の部品の不具合による事故を防ぐための手順を整理しこれらをマニュアルに追加します。加えて日々の飛行の際に事前に作成する運用計画についても特定の部品の不具合による事故を防ぐための手順を整理しこの計画に反映させます。これらの安全対策を講じることによって今回特定された部品の不具合による事故の予防対処が可能でありこのためオスペルの運用を安全に再開することができると考えておりこうした点について現在関係自治体にですね丁寧に説明をしているところでございます。委員長赤嶺さん。大臣は自分は米軍から聞いて詳細を知っているとしかし米側の都合もあるから発表できないとただ安全だから信じてくれということで自治体がですね果たして納得するかどうかですよね。で具体的に伺いますけれども今回不具合が特定されたとする部品これは米空軍海兵隊海軍陸上自衛隊のオスプレイすべてに共通するものですか。防衛大臣最終的には米側の事故調査委員会の報告書でこれで全てつまびらかになるわけでありますが今回の事故の原因は航空機の機能を発揮させるために必要な構成品の中において特定の部品の不具合が発生したことでありこの特定の部品というものは全てのオスプレイに共通して使われているものであります。委員長赤嶺さん、アメリカではですね先週の水曜日にメディア向けのブリーフィングが行われております。そこでですねアメリカの国防総省 V-20 に統合計画室のブライアン・テイラー氏は今回の部品の不具合が確認されたのは初めてのことで前例がないとこのように述べておりますが大臣も同じ認識ですか。木原防衛大臣。その国防省関係者 の米のアメリカのメディアに対する、発言というのは承知 しておりませんので、コメントはできないわけですがその上で、防衛省としては日米間の確認作業というのを実は毎週行っておりました。その中で航空機の機能を発揮させるために必要な構成品の中において特定の部品の不具合が発生したことが事故の原因であるとの認識に至ったわけです。このように事故原因が特定されているために各種の安全対策等を措置を講じることで特定の部品の不具合による事故を予防対処することができると考えております。原因に関するこれ以上の詳細な分析内容についてはですね、今おっしゃるように私は米側から説明を受けておりますが、そういったまだその米国内法の制限等によって、先ほど私が申し上げた以上の詳細については対外的に明らかにすることはできないということでご理解いただきたいと思います。委員長赤嶺さん。アメリカ側の発表は大臣は知らないということでありますが、そのテイラー氏はですね、不具合を起こした部品は、特定したとしながらもなぜそれが起こったのかについての調査は今も継続中だと述べています。つまり事故原因はまだ分かっていないということですよね。事故調査報告書も出てないということですから。大和地方協力局長。
お答え申し上げます。ご指摘のあった発言については防衛省としてはその詳細を承知していないためコメントをすることは差し控えたいと思います。先ほど大臣からあったように今回は特定の部品の不具合が発生したことが事故の原因であるという認識に至っております。そしてこのように事故原因が特定されているために各種の安全対策措置を講じることでこの特定の部品の不具合による事故を予防対処することができるというふうに考えております。これも先ほど大臣から申し上げましたが原因に関するこれ以上の詳細な分析内容についても米側から説明を受けていますが、防衛省から対外的に明らかにすることができないということをご理解いただければと思います。委員長、赤嶺さん。理解できない答弁が続いておりますが、テイラー氏の発言というのは、CNN や NBC、ABC、そしてブレイキングディフェンスなどでも、このテイラー氏の発言を報道しています。テイラー氏はですね、なぜ、起こったかについて、今も取り組んでいるところであり、それはまだ調査の手に委ねられている、このように述べております。事故後1ヶ月にわたって水没していたために残骸が腐食し調査を困難にしていることも言及しております。完全には原因を特定できない可能性もあるという政府高官の発言も報じられております。事故原因が分かっていないにもかかわらず飛行を再開するなど到底これは許されるものではありません。飛行再開の方針は、取り下げるべきだと思いますがいかがですか。防衛大臣。事故原因はもう分かっております。分かった上で先ほどおそらくブライアンさんがインタビューそのメディアの内容は存じ上げませんが調査が継続しているというそういうことがあったとすればそれは事故報告書がまだ公表される間のプロセスのことを言っておられると思います。そのプロセスというのは先ほど申し上げたように、メーカーに対するその訴訟をしなきゃいけない、あるいはその運用者に対しての懲戒処分であったりと、そういうことを最終的に調査報告書に出すと、そういうことを今、そのプロセスのことを言っておられるのではないかなというふうに思いますが、防衛省としてはその日米間の確認作業の中で、航空機の機能を発揮させるために必要な構成品の中において、その特定の部品の不具合が発生したこと、これが事故の原因であると、そういう認識に至ったわけであります。そして事故原因が特定されたために各種の安全対策の措置を講ずることで特定の部品の不具合による事故を予防対処することが可能である。そしてオスプレイの運用を安全に再開することができると、そのように結論に至ったわけであります。委員長。赤嶺さん。この特定の部品が不具合を起こした場合に代わりの部品というのはあるんですか。大臣聞いておられるから知ってると思いますがいかがですか。防衛大臣。今回の安全対策は先ほど申し上げたのでも繰り返しませんが、異常探知システムによる予防的点検、あるいは位置整備の頻度を増加すること、こういったことによって不具合の予兆を早期に探知することが重要ということであり、必要であれば当然部品の交換を行うことというのはあり得ると思いますが、現時点でですね、その前期一斉の部品交換を行うというそういう必要はないと認識しております。委員長。赤嶺さん。大臣、防衛大臣は知ってる、だけどアメリカの都合があるから教えられない。ところがですね、今外務大臣もいらっしゃいますけれども、日米合同委員会合意がありますよね、オスプレイについては、これはあります。飛び回るのはですね、普天間の住宅密集地域であり、横田の都心を
オスプレイが飛び回るんですよ。でそしていつも事故の不安にさらされてる、そういう中でですね、事故原因も発表されない、自分たちは分かってるよと、だけど言えませんよというような態度で、オスプレイの再開をですね、することは絶対に許されない、やめるべきだということを申し上げて、発言を終わりたいと思います。